古宮勝人です。今日も皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。で今日は、過去にですね、私と同級生の智弁和歌山の、投手陣三本柱とか言って、まあ、いわば竹中選手、松隈選手、広井選手、まあ、夏の大会に関してはこの3人が主戦で投げていて、そこに2年生の松本投手、1年生の左の柴田投手っていうのが、絡んできて、私の、同級生の夏の2006年世代ですね、夏の大会は、大会を切り抜けていったわけなんですけども、実はもう一人ピッチャーがいまして、同級生なんですけども、山本邦弘選手というサイドスローのピッチャーが実はいたんですね。で、公式戦ではなかなか登板する機会がなかったんですけども、実は山本邦弘選手はその後野地菊国体ですよね、兵庫県で開催された国体なんですけども、その試合の1回戦の八重山商工戦で先発して結構いいピッチングしてるんですよね、実は。で、その山本選手について知りたいというふうな、意見、コメントいただきましたので、山本選手について少し、思い出を話して生かしてもらえたらなと思います。山本選手は、御坊出身の選手で、和歌山県の御坊市ってあるんですけども、そこの出身の選手で、中学は公式の和歌山ライオンズ、今ちょっとあるのかな、和歌山ライオンズっていう当時、強いチームがあったんですけども、まあ、そこのエースで、そう当然、バッティングもいい選手だったので、クリーンアップ打ってたと思うんですけども、でちょっとね、山本選手って、まあ、めちゃくちゃいいやつなんですけど、むっちゃ優しくてめっちゃいいやつなんですけども、なんかね、噂で、まあ、中学校の、試合の途中でなんか審判に注意されたの腹立って審判に向かってロジンバッグ投げつけたとか、なんかそういう暴君的な話も実は聞いたことがあって、うわ怖えなと思いながら、最初関わってたんですけども、全然そんなことなくて温厚だし、まあ、めちゃくちゃいいやつで、山本選手っていうのは最終的にはサイドスローのピッチャーだったんですけども、身体能力も非常に高くてバネがある選手だったので、最初は当然野手とかもやってたわけなんですね。で智弁和歌山って入学した時に、まあ1年生もすぐに150キロ160キロが出るストレートのマシンを、高島先生にバッティングさせてもらうんですけども、まあ当たらないんですよ、誰一人として。ファールにはなりますよ、ファールチップとか、まあ、いわば打球上に飛んだり、けど前に飛ばないんですよね、3日ぐらいしないと。遅い選手だったら1週間ぐらい前に飛ばないんですけども、なんとその山本選手に関してはもう初日からガンガン行くんですよね。でまだあんまり人間関係ができてない時だったので、山本えぐって思いながら、当然同級生に中学校の時の大スターのヤーフレンド出身の橋本良平選手とか、まあいわば最終的に3番打った広井選手で、軟式野球界ではすごい有名だった松隈選手とか、あとは亀田選手、すごいバッティングのテクニックが高い亀田選手とか、本当に同級生は、まあ、個性はあるんですけども、すごい頼りになる実力者揃いだったんですけども、そんな中で山本選手がその150キロ160キロ超すストレートマシンを初日からキャインキャインってこう飛ばすのを見て、えぐいなこいつと思いながら、私もなんか山本選手すげえなと思いながら、思って見てたような思い出がありますね。で、そんな山本選手もやはり、変化球とか、あとは守備のところでなかなか、まあまあ平均しっかり守れるけども、なかなかそのうまさとかはないというところで、苦労はしていて、結局その後から、基本的には控えのような、立場でずっとこう1年生の時も2年生の時も3年生の時も、過ごしていくことになるわけなんですね。で、まあ、野球のグラウンドでは当然、まあ、ムードメーカーで非常にいい選手なんですけども、もう同じ同級生の中では常に何でしょう、いい意味でですよ、いい意味で、まあ、いじられ役で、まあ、チームの雰囲気をいつも良くしてくれていて、で、チームに貢献してくれたんじゃないかなと
思います。で、最終的にサイドスローになって、まあ、頭角を現してはきたんですけども、本腰入れてピッチャーやるタイミングとかも、そこまで時間がなくて、変則ピッチャーになったのも、3年生のもう最後の方だったので、なかなか実力を発揮する場所がなかったんですけども、最後の、甲子園の後ですね、国体でしっかりと一花咲かせて高校野球を終われたので、良かったんじゃないかなと思います。で、山本選手に関しては、智弁和歌山を卒業して桃山大学に進学して、今は、ごぼうである、まあお母さんがおそらくごぼうでかなり流行ってる美容室のカリスマ美容師っていうのは私高校の時から知ってまして、そこをまあいわば継いでるのか手伝ってるのか、また別にあの店舗開業したのか、その辺まではちょっと詳しくわからないんですけども、ごぼうで山本選手もお母さんの後を追いかけて美容師さんとして頑張ってるっていうふうなことは聞いてますので、またお近くの方ね、あの山本選手かなり腕確かっていう声も聞こえてきますんで、髪の方やってもらったらいいんじゃないでしょうか。引き続きあの同級生で一緒に、まあ、世の中のために一緒に何か貢献できるようなことを、私はまあ教育事業として、山本選手は美容師として、まあ、人を幸せにするっていうところで力を発揮できるよう頑張っていきますので、皆様引き続き応援のほどよろしくお願いします。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。